どうもおはようからこんばんは、とのでござる。ドールズフロントラインやっていきましょう。というわけで異性体のイベントを引き続きお送りしてはいくんですけれども、結局エクストラの難易度で私は無事完走できました。でさらには限定ドロップもなんと全て入手しております。全てということは、つまりはこちらの物資箱、今540回開封しているんですけれども、530回目で HS の2000が来まして、結果として私の人形収集、実はキューブ作戦の ARX だけはね掘れていないんで、ちょっと一体足らないんですけれども、ランキングの方でで人形収集見てください。私ギリ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 100位にランクインしております。ここでトノチャンネルちゃんといますよ0時43分に無事物資箱を開けて270体いるんですけれども、どうせね1日経てばこのランキングから外れてしまうんで、自己最高が97位なんですよね。それがいつだったか忘れたんですけれども、2度目の100以内ギリ100位だからな。レベルとかまだ158位なのになでイベントの方は無事完走できまして、で今回ね実況内でお送りするのは限定彫り3体の彫り方といっても、直接彫るのを狙うっていうのは実は、2体分なんですけれども、というのも倉庫の方かな、まだ使ってはいないんですけれども、 X95 の彫りだけはねちょっと難しいかなって思っているんです。前提として私は一切他の方の攻略動画は見ないし、攻略サイトも人形の情報のみ見るんで、実際どういう風にやっていくか、もしかしたらね他の方と被るかもしれませんし、もっといい方法はあるかもしれませんけれども、まずは前提としてそこは押さえておいて、私自らが試行錯誤して見つけた方法、あまりねハードルは上げない方がいいです。地面に埋まっているぐらいのハードルで、そうなんだぐらいの気持ちで見ていただければと。でいろいろ掘っているんですけれども、 X95 だけはね、いわゆるリトライで繰り返す方法もあるとは思うんですけれども、結構それもねめんどくさいかなって思って、直接的に掘っていたのは P22 と、あとは星4の子かな。で P22 の方はステージ的には27周かな。結局ねその持っているドロップする敵を倒すのはかなり確率が低いようで、 S クリアが一番いいらしいんですよ。攻略情報見ないといってもね、まとめぐらいは見るからそこでちょっと得た知識で、S クリアがやっぱりいいという話で、その前に編成の方ですけれども、今回エクストラでやってて途中ジャッジ戦があったんですよ。で、この舞台をちょっとジャッジ戦用にちょっと変えて、ショットガンが2体いる状態でやっていたんですけれども、ジャッジの手前の敵がねあれに足止めを食らって、そこそこダメージ負った状態でジャッジに挑んで、結局里八部隊全滅したんですよ全滅して他のショットガンとマシンガン部隊を当てて勝つことができたんですよね。で最後の最後で某姉と某姉さんと戦うんですけれども、そこもね戦闘自体は一戦でいけたんですよ。けれどもねその手前でね緊急修理しちゃって、結局この無修理でこう完走することはねできなかったですよね。戻るんじゃなくて、で舞台的にはもう後方支援は出しっぱの状態の残りの6舞台で挑んでおりまして、ルイスくっそ可愛いですよねもうダメ、恋子を産んじゃダメ IOP、私のこのワーちゃんへの愛の AT フィールド、つまりはワーティーフィールドはなんとか持ったんですけれども、めちゃくちゃ可愛いしね、声優もピカシャだしね、使おうかなと思って入れてはいます。性能というかスキル的には ZB の方がなんかぶっ壊れ性能だなとは個人的には思うんですが、で P22 については結構ねいろいろスキルが特殊ですもんね。あえてそこはもう説明は割愛するんですけれども、要はどの編成においても使えるハンドガンだと思うんですよ。だから
結局10体必要っていうのもよくわかりますけれども、私は一神教なんで1体の掘りのみで終了という意味においては結構ハードルって低いと思うんですよね、私個人の。まあ1体引ければいいですからね。でどの舞台に組み込もうかなって思っておりまして、でこの子ね、一番こうなんだろう、特徴というのがハンドガンの中で一番回避が高いっていう風に公式動画であっちは見るよ、あっちは見るんですけども、公式動画の方で言っていたんで、だったらそれを生かすんだったらイワシ部隊の方に加えるのがいいんじゃないのかなと思って現在こうしております。中列は回避が上がるんで、このキャリコもね、見た目はね実は好みじゃないんですよけれども、修理のセリフで私の AT フィールドにもひびが入りまして破られそうになったんですけどもね、あの原神のパイモンと一緒の声優さんなんですけれどもね、まあけど回避がねそこまで高くはないかなって思うんで、この B22 のスキルによって中列は回避が上がるんで、だったらイワシ部隊が一番活かせれるんじゃないのかなと思ってこんな感じにしてて、けれどもストームちゃんもね後々来るスキンがすごく可愛いと思うんで、結局10番じゃない9部隊目をねイワシ部隊の完全介護官、あのやっぱりねエルクレアかな、あの回避が低いんでここはね回避力があんまりね出せないんですよ。なんでまあ双子妖精を使う前提のイワシ怪舞台っていう感じにちょっとねあの編成は変えました。結局今回も、まあ、ARSMG が使えて、あとはイワシ舞台とかライフル舞台が使えて、結局は全部のなんだろう編成の仕方っていうのかなが使えるようなイベントだったかなと。ストーリーについてはそこも割愛はしますが、最後はちょっと泣きそうになったわ今回ねあの複雑なギミックはなかったから、まあ楽っちゃ楽だったかな。過去 2,3 回ぐらいのイベントがめんどくさかった、いやめんどくさいで言ったらもう過去全部めんどくさいっちゃめんどくさいんだが、クリアするだけだったら今回の異星隊はまあ良かったかなとは思います。でその私が周回しているマップですけれども、要は堀だけじゃなくてこの情報ポイントで、さらには物資箱、こちらも合わせてできればいいかなと、そういうマップがちょっとねいろいろ探してはいたんですよね。であのね、どのマップでやっていたかっていうのがねなかなかね記憶がね曖昧で、でまずはこちらのマップ80回行っているんですけれども、ここで星4の子をここについてはもうリトライしながらの繰り返しでやっていたんですよ。こんな感じのマップですけれども、まあもう一つ前提を言うと、まあ前から見ている方はご存知だとは思いますけれども、私貧乏ランはしないんで、富豪ランやっていくんで、そこら辺はご了承ください。でこのマップで言ったら、まずここで、次にその右のここちょっとね分かりづらいかもしれませんが、マップ中央にいる2体かな、ガンダムとあとはストレリティ、ここを倒すことによってドロップできるんで、まずは司令部に、私はねここイワシ部隊置いている。この戦い私に任せて。スタートして行動ポイント4あるんで、プランモードでここのガンダムここに行くことによって、2回分のドロップチャンス、勲章で言ったら4個なんで100回やればね取れる私は無事70何回目かでね出ました。皆さん気をつけてください。特にねもうコントロールとかはせずに普通に戦わせる。でできればねやっぱり妖精ポイントって使いたくないですよね。今後ランキング戦も控えていますし、ともなれば妖精指令を消費せずに、まあ、自前の戦力で行くともなると、そこそこやっぱり育成が済んでいる部隊じゃないと回れないというのもあるんですけれども、まあ、私はこんな感じでやっていますよというのをちょっとね今回ご紹介しようかと。回避がありますからね、スキルレベルも最大まで強化はしております。まだその雑魚敵相手でも5リンク持っていますよ。であとはこのドッペルゾルドナ、皆さん気をつけてください。まあ、ドッペルも1体だけなんで無理にライフル部隊使わなくてもいけるとは思う。これでまた
私への指揮官の評価が上がります。でこれを繰り返していたんですよ。まあ、今回については、まあ、こんな感じで星4のあの集会はやっていましたよという紹介でここで作戦終了。ちょっと物資の方はね結構減ってしまうんですよね。けれどもライフル部隊なんでそこまでかな、だいたい300ぐらいじゃないのかな。で他のね星5 2体 P22 と X95、 私はねあえて X95 はね捨てたんですよ。 P22 をまずは狙ってて、で取れたら残りはもう500ポイント、勲章を貯めて交換するっていう手を取っているんで、直接 X95 を掘るっていう、動画ではございません。でね P22 についてはここだったっけな、ちょっと待ってよ、もうどこだったかね記憶もね結構曖昧なんですよ。失われた手札3、あここではないな、ここもね後々紹介するんですけれども、ここだ、鮮血の信念2、ここで P22 を掘っていたんですよね。まあ大体みんなこのマップで掘るとは思うし、確か公式の動画でもなんかステンが紹介していた気がするけれども、前に言った通り S クリアを狙うで、できればまあ短時間で回れる、まあせめて符号ランするだけじゃなくて、できればそれでも短時間でいけるよっていう方法を取るために私がやっていたのは、まずはまあ舞台についてはね、メインで戦う部隊で捜索要請をつけているんですけれども、結局ね P22 ごめんね、夜勤明けでねだいぶ滑舌がいつも以上に心配なんですが、結局ね私が P22 を出したのも S クリア報酬なんですよ。でそこを狙っていくとして、でこっちにも部隊を置く、ここね、ここの今4号年がいるんですけども、その下にいるロデレロの3万4000の部隊、こちらにドロップ判定があるのと、あとはこっちの塊にいるロデレロ3体で、ドッペルにもあるんですけども、できれば戦いたくはないんで人質の方に当たってくれればいいかなと、まあ、ひとまずはこれで一旦作戦開始。構えて、戦闘が始まるわ。なんかねコンテンダーとか入れているとスキルが発動した時にBGM が止まるんですよね。でまずはこちらのゾンビエリットと交戦。あいつらなんて相手にならないわ。ちゃんとね百式ちゃんいるんですよ。この勝利はきっとみんなに深い印象を残したはず。今 BGM は消えていないんですけれども、 BGM が消えるのも最初百式がいるせいで、なんかいろいろみんなのヘイトが集まっているのかなって思っていたんですけれども、まあそれはともかくとして、次はこのロデレロで、この ロデレロのビームもやたらね百式が狙われるんですよ。こうやってねコントロールしてインターにしているのに百式がレーザーを浴びるという、けれどもここでスキルが発動するんで、まあレーザーはある程度は耐えられる。私の記録よし、1リンクは減ってしまったが、で、BGM は言った通り止まってしまったんですけれども、次にここの人質と交換をしまして、で左にまた、ロデレロがいるんで、まあ、本来は一応捜索要請もね私は発動してやってはいたんですけれども、今回は紹介だけなんで普通に戦闘できればこういう敵を倒しつつちゃんと S クリアを狙うけれども、時間がかかるとね嫌じゃないですか。いろいろね考えてはいたんですけれども、結果こうして回るのがいいのかなと思っていて、もちろんね物資箱を取ったり情報ポイントを取るためだったらもっと手前のステージで戦闘なしで行けるステージがあるんですけれども、まあ、そこはやらずに、でこっちと配置交換じゃない配置交換じゃなくて、この状態からの救援
で、右のロデデロが気づくんで、こっちに戦闘を仕掛けてくるんですよ。なんでターンは終了。だいぶね、弾薬も心配なんですけれども、ひとまずこれで大丈夫。で、ここで戦闘になります。あいつらなんて相手にならないわ。さっきコントロールするの私忘れていたな。あなたに死を差し上げますわ。で、百式にレーザーがなんかかわいそうだな。なんで百式狙われるんだろう。みんなに深い印象を残したはず。戦闘が始まった時点でやっぱり3体いるから、そこにもう判定がいってしまうんだろうね。で、次のターン、2ターン目になりましたけれども、この舞台はまだ戦闘を続きます。一旦ね、安全地帯までは行かないといけないからね。相手にならないわ。だから手負いの状態でも戦う。本来はこう貧乏ランできる方法とか、まあ、最低の編成で生きるのがあったらいいんですかね。そのためのこう編成するのが結構めんどくさいところもありまして、で、さらに一マス移動して、で、3ポイントありますよね。で、こっから舞台を出して向かわせて、で、このゲートのところまで行く。右上の4号根についてはまだね、このターンは動かさない。いいね、シールド貼れるのは本当素晴らしいわ。服汚さないでね。皆さんが満足できる結果が出て。で、こうなりまして、で、今、64式 G がいる下の飛行場からは敵は湧き続けるんで、まあ、その前にゲートを一旦操作して閉じておいて、で、配置交換で、ここで戦闘終了。人質については3体、救援すればいいわけであって、だいたいいつも右の方が消えるかな。あとはドッペルさんがどう動くか。動きがね、実はランダムなんですよね。で、そこが占領される。で、このターンにおいて、で、ドッペルは消えているんで、一応ね、この舞台ドッペルと戦って勝てる舞台なんで、そういうのも用意はしていたんですよ。で、こっちはもう戦闘はしないんで、大型飛行場まで行って、で、このルイスの舞台で配置交換で、もう一歩前、こっちはね、その奥にいる人質を救援してから、飛行場に戻る感じにはなります。で、この舞台は、ゲート閉じていたんでダメージを負っている。で、次に行動ポイントを増やすために、この4号根の舞台を左に動かす。今は説明しながらやっているんですけれども、まあ、パパッとやれば10分ちょいでね、ここは回れるんですよ。まあ、それで1体目を掘るのに何周になるか。私は27周ぐらいで運よく出たんですよね。で、その時点でもう勲章って250ぐらいね、溜まっていまして、で、残りはもう250分はどっかを周回しながらもう500まで貯めようかと思って、それについては次に紹介するんですけれども、ひとまずターンは終了。運が悪かったらドッペルと戦闘になるんですよ。で、4ターン目で、まずは救援成功しまして、で、4号根の舞台をまずは下に3マス動かせて、ドロップ判定がある敵と交戦する。始まるよ、ナイン。まあ、だと修理するから、ここは特にコントロールはしません。一応ね、テーゼの方で第2段階が解放されてまして、修理がありますからね。まあ、そこはもうしょうがないんだが。結局ね、こういう風に符号ランとかしていないと物資って実は減らないんですよね。いやね、自立とか、あとは探索とか、ああいうのを出していれば物資はどんどん減っていくんですがね。
で、ドロップはしませんでした。で、ルイスの部隊を進ませておいて、ここと配置交換からの救援で、どんどん進んでいって、で、ターン終了。エクストラでやっているとね、結構経験値が入ったりするんで、今バッテリーも厳しいんですよね。あの、いわゆる月初のパックかな、あれも2回分買ってしまったし、あとはもうダイヤがある限りはもうバッテリー交換していくしかないのかなと。今ね、重装部隊の方も BGM をちょっとレベル100にしておこうかなと思って、いわゆる特殊作戦報告書をどんどん作らせているんですよ。で、ルイスの部隊を配置交換して、で、回収完了。これで情報ポイント30、物資箱はもう60分は取っているんですけども、これで12個入ります。指揮官、引き取ってくれてありがとうございます。勲章もまあそこそこ入るかなと。とまあこれを繰り返してエスクリア報酬で P22 を取りました。で、その後さっきね、250個あって、残りは250貯めてから X95 と交換しようかなと思ってて、周回していたマップがここなんですよ。失われた手札の3、ここも星5ドロップはあるんですけれども、こういうマップでして、結局ね、用意するのが戦闘用の部隊で、ダミーもね、1部隊使ってで、さらには重装部隊も BGM を出します。それでね、行ってサクサクといったら5分ぐらいでね、終わるんですよ。ちょっとサバ読んでるかもしれないから、あの6分か7分ぐらい。まあそこはちょっと今の動画のタイミングで測っていただければと。で、まずはここの飛行場、まあ戦闘するのはこの部隊でいいかな。ひとまず修理は しておいて出して、で司令部に置くのは、ダミーでいいんですよ。まあ、けれども私はダミー部隊は使わないので、適当な部隊を置いといて、スタート。部隊到着、任務開始よ。まずはここの司令部のダミー部隊を大型飛行場に置いてターン終了。右にね、動きたいところですけれども、その今ルイスの上にいるドッペルが反応して右に動いてしまうんですよ。そうしないためにまずは一部隊を大型飛行場のみ動かしてターン終了。でこのターンで初めて4号ネーが右に行って、でさらにはルイスを司令部で、さらには右の飛行場で、大型飛行場から BGM を出して、でこうしておいて、で配置交換の配置交換で BGM によってここのゲートを破壊してもらいまして、で4号ネーと配置交換で、あとは4号ねプランモードでこの辺まで行かせてプラン実行。これでね、戦闘とあとはエスクリアを含めて白金勲章は10個入りまして、で物資箱もね15個入るんですよ。情報ポイント40ぐらいだったっけな。それで結構稼げれるんですよ。だからうまくいったら物資箱の60個ってこのマップを4回やればいいんですよ。だいたい5分6分7分ぐらいで済むんで、短い時間帯で白金の勲章で、さらには物資箱と情報ポイントが集まるという、それを繰り返して X95 はね変えたんですよ。まあ2体目3体目掘るっていう人はまあ頑張ってもらうしかないんですけれども、まあ私についてはこんな方法で、ひとまず一神教ですから1体掘れればいいというハードルの低さなんで、そんな感じで周回して獲得しました。お米の神様のパチが当たりますよ。女の子も怒らせて、ある程度は戦える部隊を用意しておいて、で5000分か。であとはストレリッチだけ。なんかそこそこタフですよね。でなんか今回エリットと戦ってて、
なんか回復じゃない、なんかシールドみたいなの持っているやつがなんか1体ぐらいいたような気がするんですよ。あとバイクありましたよね。あのね、お反射神経がおじいちゃんだからね、あそこはねもう10回以上は繰り返した。なかなかね QTE が難しいんですよ。ちょっと諦め、もう今日やめようかとも思ってはいたんですよ。けれどもなんとかクリアはしてね、で1回で終わるかなと思っていたら2回目のステージもあったりで、ちょっとそこだけは大変だったかな。で、ここと配置交換して、で救援して、で下の飛行場でターン終了。飛行場の右にいるストレリティも星5判定、星5ドロップがありまして、そこもこのターンで向かってくるんですよ。何回か繰り返していて敵の動きも固定されているんで、この回り方でいったらまあいいかなと。結局は富豪乱的な周回ですから、あんまり参考にはならないとは思う。まあ結構戦闘はするんで、トータル経験値はね溜まりやすい。でターンが切り替われば人質は回収できるんで、これで終了。情報ポイントは40か。で S クリア、これで計10個入るんで、これを繰り返してもいいかなと。とまあね、ちょっと長くはなりましたけれども、私はねこんな感じで周回して無事入手できました。あとはランキングだな。妖精ポイントも今180あるんで、今日今撮っているのが土曜日の朝なんですよね。なんで日曜日ぐらいにはもうマックスまで回復しているから、そこで挑んで、で果たしてどれだけのポイントが取れるか。今回はちょっと上位は難しいかな。前回はね試行錯誤をして繰り返していって、そこそこな順位にはいけたんですけども、今回は自信ないな。とりあえず 50% 内に入って、でかつ妖精も取るんだったら最低でも30万ポイントは狙っていかないといけないですよね。 MG4 を使っているんですよ。あのちょっとスキルがあれですけれども、準備万端とは言えない準備万端ですけれども、まあ可愛いとは思うんでね、私も加えてはいるんですよ。この子の専業装備が取れるんだったら、やっぱり 50% 以内はまあ頑張って狙っていこうかなと。だから1回の戦闘がっつりやってどれだけ妖精ポイントが減るかですよ。回復してからまたランキング戦にダイブして挑んでいって、果たしてまああと20日間ぐらいでどこまでいけるか。まあ次にお送りするときはその結果報告だとは思います。というわけで今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。あ、そうそう忘れていた、ごめんごめん。あのスキン前ね、45ねとか9のスキン取ったよって言いましたけれども、やっぱりちょっと悔しくて、ちょっと1万円1枚だけあの課金して取りました。ちょっと冒頭でもちらっと見えていたんですけれども、416のねこのスキンをなんとか入手して、それとそれでもまだコインはね700枚ぐらいは余っているかな。見てて、この手が動くのめちゃくちゃ可愛いですよね。それが可愛くてね、ついついね取っちゃった。よし、じゃあ今度こそここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価お願いします。ではさらばだ。